兄貴、兄貴何してますんや。えらい今日寒いですな。うどん美味しそうですな。ケツでうどん美味しそうじゃないですか。えらいすまへん、謝ってもとか。皆さんこんにちは、大和の侍浜切でございます。もう高富大城祭りはもう何回目なんか、毎年毎年やってます。よろしくお願いします。ありがとうございます。必ず前日雨が降り、どんずべになると思いますけど、またずるずる滑ると思いますが、皆さんね、暖かい目で見守ってやってください。おう兄貴、こんなとこに怪しい、ちょっとくのいちかもしれないな。ちょっとチェックしましょうか。トリューこの動きやっぱりくのいちです。いてもうだいまやから気合い入れてやったほうか。何なんですか、そんな無双なもん出して。誰か助けてください。そんなニコニコしょって誰も助けに来るか。助けよ。さっきのおちゃんうどん食とるわ。まだなあ、ほな行きますよ兄貴。うりゃーやーちゅーやーあっ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 兄貴、油断してありまへんで。ちょっと気は抜けんの。おお、行くぞ。こんなとこ履いた、履いたホークで顔なんか。バレたらしゃあないな。おー出た、毎度出た。皆さん知ってるかもしれませんが、仕込み方。兄貴、兄貴もやめろ。兄貴もいつものことで、もうほんまにもどんくさい。ちょっと話させてくれ。ちょっと、ね、危ないっす。もう刃物が向けたな。おい、どれかすげえよ。お前が兄貴話してくれへんかったよな。まるでもええから早くやれよ。ほな、この昔のお姉さんの命はどうなってくれへん。どうやろう。もうええかな。もういいでしょう。切られてください。いくで、あああなたには切られた証、認定証を出します。どうぞ。おいお前、もう逃げる、どんくさいな、もう兄貴。次は逃げてくださいよ。ほな、子供の命はあかんな。子供の命はまだ未来があるからあかん。じゃあ未来のないこのおっちゃんの命はどうや。もうええか。ええな、ええですね。もう思い残すことはないですか。ないですか。いきますよ。ありがとうございます。はい、認定書でございます。ありがとうございます。はい、お兄貴、なんか言うな。次はお前の番や。いくぜ。いや、トゥッカー、いや、トゥッカー、いや、この後もハガキリストをお楽しみに。兄貴帰るで。
だ待て。幕府の日程だな。切る。よし、来い。
自分らは盾賞をね、本当に日本全国世界中お呼びとあればやってきました。オーストラリアとかね、バリ島とかシンガポールとか、この前忍者ですがジャカルタに行ってやってきまして、まあいろいろやってきますけども、こういう盾っていうのはね、日本の伝統文化といたしまして、皆さんに喜んでいただけたらなと思ってね、まあ、日本だけじゃなくてもう海外の人が今すごく忍者ブームでね、サムライとかね、いろいろと呼んでいただいてます。それでですね、盾っていうのは先ほどのね、藁を切る抜刀であろうとかね、ああいう本当に武道っていうのもあるんですが、やはり怪我をしないさせない演技でねやってますから、でもどうやってね時代劇の盾とかね、つけていくのか、もう言うたら音楽の楽譜と同じような感じで、こう呼び方がね、いろんな方のね、はい、それをちょっといくつかそう、紹介して、即興で盾をつけていきたいと思います。はい、まずはですね、はい、お互い向かい合って、はい、ではじゃあ切る方、ね、芯と言います。切られる方、じゃあ同じ女性ですか、絡みと言います。はい、まずはですね、はい、絡み、切られる方から刀をまず抜きます。はい、抜いた。そして芯が向かえて、はい、刀を抜く。はい、そうね、はい、まずは一つ目の切り方、これね、芯の方からいきますね。あ、絡みの方がいいかもしれないね。切っていく、毛先に切ってやろうと思ったらかわされたという設定。はい、山形、はい、大きく山のように、はい、ゆんね、これをかわされたという設定です。はい、もう一回山形、ゆん。今度は反対に芯からいきます、ね、今度は毛先をね、切ろうとしたら受けられたという設定。横面、はい、横面、はい、横面、もう一回ドン、ね、山形横面できました。で今度は突き、はい、今度は絡みからいきましょうか。はい、突き、はい、落とす、はい、突き、落とす、はい、そして、絡みが振りかぶったところを、はい、今度は抜き道、進化ズバッと切る。そして振り返って毛先切りザッと、ね、今、言いました、山形横面、山形と横面と、抜き道と毛先切り、ね、まあ4つありますが、じゃあこの4つの型ね、今から指名する方に好きな型を言ってください。ね、5人ぐらいいきますよ、ね、じゃあ、ここのお嬢様、山形横面、抜き道毛先切り、まあ、月もありますが、どれが好きですか。山形、はい、山形、お一人目山形、じゃあお父さん、はい、毛先切り、はい、山形毛先切り覚えてくださいね、山形毛先切り、はい、はい、じゃあ奥さん何がいいですか。抜き道、はい、山抜き道、山形毛先切り抜き道ね、山形毛先切り抜き道、ほなお子ちゃま、お子ちゃま何がいいかな。おばちゃんみたいな、もういいよ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 、こんなんね。はい、そしたら、ね、なこちらのじゃあお兄さん何がいいですか。横面、横面、あ、横面、あ、横面、あ、横面ね、はい、横面、じゃあ、あ、お父さん、月、はい、月、山形毛先切り、山形毛先切り抜き道、山形毛先切り抜き道、横面、月、月ね、はい、じゃあこのまま盾をつけます。 OK ですか。じゃあ、はい、向かい合って、はい、まずは、はい、1回目、山形、はい、でもういきなり、いきなり、いきなり切られますよ。山形で、はい、毛先切り、じゃあ切られた。はい、今度は、抜き道でしたっけ、抜き道、はい、じゃあ抜き道もう一回切ってください。ザー来た、はい、最後に月、もう散々、あ、横面、はい、じゃあ、頑張って、じゃあ横面打ってください、横面打って、はい、そこを受ける、キーン、はい、じゃあそれを払って月ブチュッと、はい、ね、もう一回いきますよ、はい、じゃあ
もう一回構えて、はい、まずは山形、はい、抜きの、はい、左に切られた、はい、けさ切り、で、何でしたっけ、けさ切り、横面、はい、横面、はい、横面、打つ、打つ、あ、そっちかい、そっちだったか、あれ、そっちだったか、まあ、ええか、はい、じゃあ、抜きの、あ、突き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 、はい、突き、突き、突き、もう一度、はい、抜いて、はい、じゃあ、これを、OK ですか、本番でいきますよ、OK でしょうか、ね、さあ、ちゃんと覚えてますか、だいたい1回目合わせて、2回目リハーサル、3回目本番っていう感じで、縦をつけています。で、今聞いた、ね、今確認してますよ覚えるのが大変です、ね、5つ6つ出てくるとね、はい、ね、OK ですか、それでは本番用意スタート、はい、ジブリの音、あ、そうですね、はい、ガチャ言うまで倒れたらダメなんです、ずっとプロ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 ってか、まあね、待ってはダメなんですね、はい、 OK ですよまあこんな感じで、ね、いろんな名前のね、方の名前がだいたい30以上あります、それをね組み合わせて盾を作っていきます、まあそんな感じなので、まあまあ皆さんもですね、まあこういう体験というかね、本当にあの安心安全で怪我をしないさせないで、盾教室もやってますんでね、またよろしくお願いします、はい、でということでございまして、キラリ役まずは大声聞く子、はい、くらくらあやあやあやか、あ、くら彩香さんちょっとね、結婚されて名前変わったってちょっと待ったらしょうかはい、ね、じゃあこのお二人にまた大きな拍手を、ありがとうございます、 OK です、はい、じゃあ引き続き盾をご覧ください、
最後はね、坂本龍馬対新選組ね、お送りしましたね。はい、練習を、今年は、大政奉還から150年、来年は鳥羽伏見の戦いから150年ということでね、本当にまだまだこれからいろんな龍馬対、ね、この新選組いろいろ取り上げられると思いますが、またいろんなところで盾をやります、ね、よかったらまたね来年もまたここに戻ってきますので、こう見えて私歌手でございます、ね、去年は歌ったんですが今日はなかったんです、KBS 京都の紅白歌合戦があるんです。 NHK しちゃいますよKBS 京都ありますね。29日の午前中、10時頃からね放送されますから、この地域 KBS 京都入りますよね、入りますよね、ぜひ見てください。はい、というようなまして、ヤマトの侍浜切とブブザクラのメンバーでした。ありがとうございました。また来年よろしく。